にしてください。え、これはひよっこ。キイ君、ひよっこじゃないピー。キスケー。おーい、キスケー、いないでゴンス。キスケのやつどこへ行ったんだよ。余計な手間かけさせるんだから。キスケー。アカネ、おしゃる丸のやつあんなところでまったりしてるでゴンスよ。え、キスケー。キスケでゴンス、今日はオラに任せてほしいって。おお。おじゃる丸、今日こそエンマ大王様のシャックを返してもらうよ。いやいや、また子鬼めらでございます。どちらもしつこいの。今日のひよこは迫力がございますね。迫力があってもひよこはひよこでおじゃる。ピーク、ひよこじゃないっぴー。サザエでございます。何くだらないこと言ってんだい。おじゃる、かっこしれっぴー。おしゃ、一瞬一瞬、まあ急がないと遅刻しちゃいます。邪魔をするな。かわさんね。これはなんと水長剣。なんと水長剣。動きは何ブレッピー。手を柔らかく振ります。腕を交互に振りましょう。繰り返して。シャオシャオ。え、ホテル様、ここはひとまずお逃げくださいませ。なにじゃ、なぜマロがひとまず逃げねばならぬのじゃ。ママ、おじゃる様、あのキスケが。おじゃる丸のやつを蹴散らしたでゴンサ。なかなかやるね。オラだってやるときはやるっぴ。マロがちと本気になれば子鬼めらなどには負けんよ。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。死にたくなければやめておけ。死ね。なんと水長剣スザク天使郎。お前の剣法は所詮真似事に過ぎ、俺は生まれた時から戦いのプロだ。2000年の北斗神拳の血が、技が俺の体に染みついている。金剣太鼓剣。今日のところはひとまず引き上げるでゴンス。ひよっこめが